どうも、今晩もウォーキングに、これから向かいたいと思います。ただいま近所の公園に来ておりますが、桜が綺麗に咲いております。ほぼ満開といって、良いかと思います。今日はですね、そんな桜をちょっと巡って、散歩していきたいと思います。はい、こちらの公園にも綺麗に、桜が咲いていますね。まさに満開という感じです。昼間見る桜もいいですけれど、夜桜と言われるだけあって、光に照らされた桜の葉を見るのも、これもまた綺麗なものだと思います。はい、今緑道公園をね、歩いております。今日はですね、久しぶりになんか朝から鼻がムズムズして、くしゃみが出たり鼻水が出たりということで、花粉症になってしまったかなという感じなんですけど、しばらくするとね、こう収まるんですよね。さあ今日これからまたね、先日行った、目黒川の方ですね、前回ちょっと行ってないところをね、見に行ってこようかなと思ってるんですが、まあ、月曜日ということでもう人も少ないかと思うんで、ちょこっと覗いてきてみたいと思います。世田谷公園まで歩いてきました。とりあえず園内に入ってみたいと思います。自分の記憶ではですね、この世田谷公園はそんなに、桜がね、植樹されてない公園だと思ったんですが、あんまりにまあ、いくつかはあると思うんですけど、そんなに桜桜してる公園ではないという印象ですね。早速ね、桜の木見えました。ちょうどね、桜のトンネルを通るような感じで、こんな映像になります。これ本当の日ですね。 CG じゃなくて、本当の日、多分ガス灯になってると思うんですが、なんか書いてあるかな。ああ、なるほど。広島市の平和の塔と長崎市の誓いの日。ちょっとね、ネット越しで、見づらいんですが、機関車 D51 も飾られております。はい、テクテクと歩いて、目黒川までやってまいりました。やはり、桜のメッカということで、綺麗ですね。今年はライトアップとはされてないですね。よいしょ。ね、これからこの川沿いを歩いていきたいと思います。
はい、ということで、橋を渡ってまいりました。さすがに、桜の名所といえる目黒川沿いの桜綺麗でしたね。これで、今年の桜も取り納めができました。はい、目黒川の桜の名所のメインスポットでもある中野橋ですね。目黒川に架かるこの赤い橋が赤く艶やかで、とても綺麗なとこですね。通りを渡って、メイン通りの方に入ってきましたら、かなり大勢の人に、出会いました。さすがに、ここは人気のスポットだけあって、これだけ人がいると、ちょっと躊躇してしまいますね。とりあえずメイン通りからは外れてみたいと思います。スターバックスです。さすがにね、人が大勢いたので、メイン通りは外れて、環状6号線山手通りへ出てまいりました。結構な人がいましたね。たまたま昨日ですね、最寄りの駅で、東京都がやってるね、PCR の無料検査っていうのがあったんで、それを受けてきまして、まだね、結果は来ていないんですが、とりあえずね、無料ということで、今月2回目ですけどね、受けてきましたんで、まあ、それが無駄にならないように、なるべく人通りは避けたいなと思っております。よいしょ。まあ今日は、若干風はありますがね、非常に、過ごしやすい一日なんで、人でも多かったんでしょうね。またね、明日になるとまた雨模様、そして週中からね、また雨ということで、皆さん、日を選んでね、桜を見に来てるんだと思います。中目黒駅までやってまいりました。中目黒の駅ですけれど、やはりお花見の人が結構訪れているようで、大混乱してますね。良かったですね。人混みの中にやのまま突入しないで、結構な人がお花見に訪れています。はい、中目黒は早々に引き上げ、祐天寺まで歩いてきました。はい、ここが祐天寺駅です。改装されてすごく綺麗になりましたね。スターバックスもあります。急行が止まらないんで、乗客数もそんなに多くないということで、改札もこんな感じでコンパクトな感じです。はい、そういうことで、最後のスーパーサミットへ着きました。これからね、こちらで買い物をして帰りたいと思います。今日も無事に、散歩できました。そういうことで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。